はい、お盆でございます。日本語道学者の吉田です。今日はちょっとね、以前もちょっと解説したことあるんですけれども、合気揚げの説明をちょっと補足っていうかね、そういったものを加えたいと思います。それじゃあ説明したいと思いますけども、今日も座った形の合気揚げの稽古の解説です。以前解説したのはですね、ここを両手を押さえて基本稽古ですね。そしてここを押さえた状態で、そして一連チャンジして、ここ一応持たれたって感じで、一応必ずこうやってこう回したりね、ちょっと位置を反らしてからやるとかっていうんじゃなくて、あくまでもその押された方向にただ返すだけと。返して肩口を押さえてこう倒すような気持ち。ですからこう押さえられたら、そのままスーッとこの力ですね、で倒していくと。でその時に注意するのがですね、要は背中でやることです。屈筋を使うって、要はこのこういうふうにして手でやろうとすると、どうしても手で押さえられて、手で上げようとするとどうしても屈筋っていうか、前面の背中じゃなくて前面胸とか腹とかの筋肉を使って、それで思いっきりちょっとガッチリ押さえて、体重を受けていく、ガッチリ押さえて、そしてこうなってくると、こういう、どうしてもこうなります。背中使わないとね、こうで背中使うってことは、手をまっすぐ、今のさっきやったあの肩口までのコースに、この手をね、自分の手をこう上げるんだけど、その時にこの姿勢をちゃんと取って、力を同じくガッチリ入れてね、この状態でまっすぐふっとこう上げたらね、こう行くんですけども、その時にね、一つのポイントです。他の切り口でちょっと説明したんですけど、ここが少しでも中の形でちょっと力入って、ちょっとこうかぶさるっていうんですか、ちょっとでもこうかぶさった状態になると、このかぶさった、この肩のここの部分のかぶさった状態の意識がそのまま下までいくんで、必ずこうなって腹筋も全部力入って、背中を忘れて全部前面でグッとやろうとするんですよ。つまり屈筋で、つまり腕力ですね。それでグッとなってしまって、体重かけるのは絶対いかないです。だからポイントはもちろんここ、膨らます、ここね、いつも言ってるように洋服同等のね、圧をかけて、ここに樽を作ってですね、ふっと重心を落として、この辺を充実させて、こっちはあくまでも胸みたいな感じですね、実と胸で、みんなここを胸で、こっち実になっちゃうんだね。ここを実にして、バン、ここ膨らまして樽を作って、そしてここを閉じない、かぶせないっていうかな、こういうふうにかぶせた状態、これがこっちに来ない、むしろそっちに行く、ね、ここを開くって意識しても、どういうふうにしてもいいから、自分の理解しやすい、自分を納得させやすい理屈っていうかな、なんか言葉を作って、要はこれをこういうふうに開くね、肩甲骨を腰に向かって下げるというのもいいですよ。ただそれやると、こうやってやると腰反っちゃう人も出てくるんでね、腰は絶対反っちゃダメです。背中でやるんで、膨らました腰に向かって肩甲骨を下げるだったらいいです。とにかくこれをかぶせない、こっちをグッと来ない。だからあくまでもここだけ気をつけて、絶対にこういうちょっとオーバーにやると、こういうかぶせは絶対しないです。むしろ伸ばすんです。腰を膨らませて伸ばすんです、胸をね、ガッチリ押さえて、その時に手でグッとやろうとすると必ずかぶさりますから、手で上げようとした瞬間に肩がグッと前にかぶさってくる、するともう絶対できないですからね。ですからここをスッとこう逆にかぶせないように、後ろに下げるぐらいの気持ち。そしてやるのは意識しにくいかもしれないですけども、腰、腹でやるっていう感じでね、押さえててね。だからここを手で上げるんじゃなくてね、ガッチリ押さえてね、それでグッと、その時に腹にグッとこの感じですね、手でやるんじゃなくてこの感覚でやる、すると、はい、そのままふっとこう瞬間にここで腰でこうやって上がります。
あとは肩口まで手で引っ張りますね。だから手でこうやってこうやってやったら絶対この上がんないです。こうやって相手もこうやって下がってきますからね。で、腰で膨らましてこれでやる。それで同じね。それでもうパンって肩上がりますね。あと片手やるのもね、こっち来て同じです。前回もこれやったんで一応この形でも説明しますけども、両手でね、これはあくまで両手で押さえてるつもりで、気持ちはこういう感じで、へそをちゃんと向けるようにして、こうです。この状態で相手をつける気持ちね、それを両手を押さえて、そしてがっちり押さえてね、押さえた時にやっぱり同じことを気をつけます。やることは全部同じです。樽を作ってこれを絶対こうやってかぶせる。ちょっとでもかぶさると腕力になってね、相手反応してくるんだけど、これがダメなんだ。こうならない、腹筋優位になるんで、こうやってやらない。あくまでも背中でふっとこう姿勢を作るって、タルを作って姿勢を作る。そしたらガッチリ押せるね。 そしてさっきみたいな意識でね、そしてはい、その状態で腰のこの膨らます背中でどう上がりますね。だから腰でやるイメージ。そのね、もう一個。片手でもこう上がっていくと。これすべてね、立ってやっても結局はここ作って背中を使ってここを広げてやるってこと同じですから、これ立ってやって基本的にはここを使って広げる。こうね、そこに気をつけて、全ての動きっていうか技っていうかね、決まってますんで、今日の解説はここを膨らますっていうのと同時に、これは絶対かぶせない、肩はかぶせない、広げる、そういう動作で、まあ、息上げなり他の動作を全てやってみてください。ちゃんとできればちょっと、なんでこんな力いらないのに倒れるのみたいなことが、まあ、できてくると思います。今日の解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。